ラストホープは2013年1月15日から3月26日までフジテレビ系列の火曜21時枠で放送された日本のテレビドラマ。主演は嵐の相葉雅樹で浜田秀才の脚本によるオリジナル作品。相葉は本作がフジテレビの連続ドラマ初主演。単発ドラマを含めフジテレビのドラマに主演するのは嵐主演の 最後の約束以来3年ぶり。キャッチコピーは、死なせない。ただ一人として、帝都大学医学部、附属病院高度先端医療センター。畑野匠、立花歩美、高木淳二、萩原幸代、郎、島正臣、小牧俊明の6名は、センター長、なる哲氏によって集められた。ここには、他の病院がサジを投げた患者が、最後の望みをかけて、 診療にやってくる。重篤な症状の患者を前に、6名は、それぞれの専門知識を使い、治療の方針を導き出してゆく。そんな彼らもまた、それぞれに抱える過去があった。現場チーム、先端応用医学再生医療研究室管理職、看護師ホープマイナス0一ホープマイナス0二ホープマイナス0三ホープマイナス0四ホープマイナス0五ホープマイナス0六 ホープマイナス07ホープマイナス08ホープマイナス09ホープマイナス11ハット AB 相場がまさかの石役 IBS ドラマ日刊スポーツ株式会社日刊スポーツ新聞社2021年6月14日閲覧嵐相場まさきまさかの石役です富士で初の連ドラモデルプレス株式会社ネットネイティブ 2021年6月14日閲覧。嵐、新作は、相場主演、ラストホープ主題歌含む両英面。音楽ナタリー。株式会社、ナター社。2021年6月14日閲覧。ありがとうございます。